タジマ・ハールはアメリカ合衆国のミュージシャン。本名はヘンリー・セント・クレア・フレデリックス。タジマ・ハールニューヨークのハーレムに6人兄弟の長男として生まれ、少年時代をマサチューセッツ州スプリングフィールドで過ごす。父親はセント・クリストファー・ネイビスのセント・キッズ島出身のジャズピアニスト。母親はサウスカロライナ州出身のアフリカ系アメリカ人の 教師でゴスペルを歌っていた。妹は歌手のキャロル・フレデリックス。1960年代の初めにマサチューセッツ大学で農業と畜産学を学び、その頃にはタジマ・ハールというステージネームで音楽活動を開始していた。大学卒業後の1964年、ロサンゼルスに移り、当地で知り合ったライクーダーとライジング・サンズを結成。コロンビアレコードと契約し、 シングル1枚とアルバム1枚を録音している。しかし、グループはすぐに解散し、タジはソロアーティストとして活動を始める。1968年に自らの名を冠したアルバムタジマハールとナッチェル・ブルースを発表。1969年に2枚組のアルバムジャイアント・ステップ・ディオール・フォークス・アット・ホームを発表し、アメリカのブルースアーティストとして評価を受ける。 また、1968年には、ライジングサンズのメンバーであり、タジのソロアルバムにも参加していたギタリストのジェシー、エド・デイビスと共に、ローリング・ストーンズの TV ショーロックンロールサーカスに参加している。1997年のアルバム、セニョール・ブルースは、第40回グラミー賞で最優秀コンテンポラリー、ブルースアルバム賞を受賞し、自身初のグラミー受賞を果たした。 彼の音楽の特徴として、ブルース、R&B、レゲエ、ケージャン、ゴスペル、ブルーグラス、ハワイ、カリブ、アフリカの伝統音楽など多様な音楽を盛り込んで一つのアルバムにまとめ上げるということが挙げられる。そこでは単にルーツをなぞるだけにとどまらず、彼独自の個性が織り込まれている。彼はまたバンスライドギター、スティールパンなど様々な楽器を自在に操ることでも、 知られている。ありがとうございます。